豪華のある場所が分かったの。秘伝の書の欠けてたテキストを見つけたのよ。ほら、ここに書いてあるでしょ。読んでみなさいよ。私はいつでも大丈夫だから、キリトの都合がいい時に声かけてね。あれ、シルノンいないの？シルノンなんだか最近元気がない感じだったから、何か悩んでたみたいで。私の思い違いならいいんだけど、迷宮攻略してる時のことを気にしてるのかもしれない。射撃武器だと敵に接近された時に攻撃をさばききれないでしょ。もちろんその時は私や他のみんながフォローに入るんだけど。うん、だから私たちも気にしなくていいよって言ってるんだけど、シノノすごく気にしてるみたいで、もしかしたら自分が負担になってるって感じているのかも。その話をさりげなくしとこうと思ってシノノンの部屋に来たんだけど、どこ行ったんだろうね。ありがとう、キリト君。じゃあお願いね。キリト、訓練始めた時あんたは寝てたけどね。それよりせっかく来たんなら手伝ってくれない？近接戦での回避の練習がしたい。何日も寝てないわけじゃない。今は大丈夫よ。訓練を優先するわ。手伝う気がないならどこかへ行ってくれない？集中したいから。
でも。そういうことじゃないの。私は強くなりたいの。今の私は誰かに頼らないと戦えない。それじゃダメ。全然意味がない。私、これは運命だったと思う。この世界に来たのも、射撃スキルが習得リストに現れたのも、自分を守るためにあらゆる敵に向けて矢を放つ、これだけがきっと私を救ってくれるただ一つの道。何百匹でも何千匹でも撃ち殺して、膨大な屍の山で全てを埋め尽くして、それで私は私を取り戻せる。そうでなければ、強くなれなければ意味がないの。ああ、その子ならちょっと前に見たよ。迷宮区の方に行ったみたいだけど。あれって迷宮区で狩りができるほどの武器なのか。だったらすげえな。どこで手に入れたんだ。
と。ごめんなさい、面倒をかけたわね。そんなのもちろん分かっていたわよ。でもそうなるならそれでもいいと思った。このままずっと無力に怯えて生きていくよりは。でも HP が赤くなってこれで消えるのかと思ったら怖くなった。怯えたままずっと何もできないまま終わってしまうのが辛くて悲しくこれは私の問題だからきっと私だけにしか解決できない。でもありがとう、気持ちは嬉しい。それとまだ言ってなかった、助けてくれてありがとう。そういえば言ってたっけ、そんな恥ずかしいセリフ。あんなセリフ本気で言う人がいるなんて思わなかった。そうかもね。あのね、本当言うとまだ足がガクガクしてここから動けそうもないの。もうちょっとだけこのままでいさせて。
ママと私の3人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話をしてました。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。いくつか良さそうな場所に心当たりはあるので、最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。それなら温泉とかどう？確か84層に温泉があるって聞いたんだけど、露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど。その地形データでしたら、私が記憶している情報にも確かにあります。お湯の温度もお風呂として使用するのにちょうどいい設定になっているようです。ゆいちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。それなら日帰り温泉旅行って感じでいいんじゃない？指定されています。とりあえず決まりっていいのよね？あー、それじゃ早速準備をしてくるね。準備をしてくるんだけど、何か問題があった？まさか SAO の中で温泉が楽しめるなんて思いもしなかったな。どうやら私たち以外には誰もいないようですね。露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな？いえ、
ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。ママの右側あたりにちょうどいいくぼみがあるようですね。お湯の温度もお風呂ぐらいになってます。あ、これね。なかなか広いじゃない。でもこれキリト君も一緒に入るしかないってこと？ママも一緒に入ればいいじゃないですか。濁り湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。わーい、みんなでお風呂ですね。あ、私たちがお風呂の中に入るまでキリト君はこっち見ちゃダメよ。ママと一緒にお風呂楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。こら、もう女の子なのにはしたない。まあね、実は私もちょっと泳いでみたかったりした。やりません。あ、すぐ端っこについちゃいました。裸なんだから飛び上がったりしちゃダメでしょ。キリト君、見た？まあ、そういうことにしておきましょうか。気持ちいいです。ほんと来てよかったわね。キリト君もそう思う？温泉の効能なのかな。そのあたりのデータはちょっと見当たりませんね。集めるとレア装備になったりするのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。これだけあれば
十分そうです。ありがとうございますパパ。パパたちには内緒です。そうなの？ごめんなさい、いつかちゃんと説明します。さて、それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。ないですよ。もう雰囲気よ雰囲気。せっかく温泉気分なんだから最後まできっちり楽しまないと。